これは鏡だ。あれ迷路になって、あれジグザグ、あジグザグだ。これはいきなり精錬所美術館。これはあーこれはすごい迷路。え、どうかって違う。あれこれ2100円か。どっちだこれ、どっちが正しい。あこれ、あ空を向いてるんだ。で石庭でドアが吊り下がってる。で煙突ありのこんな作りで、階段が途中で終わっている。まさに芸術で、ここを降りると、薄暗い空間です。の空間 LED でね、なんか無限に続く。でもこの空間だけですね。こう腕だけ伸ばすと、ああこんな感じですね。で池の空間もあります。帰りもね、来た道を戻るんですけどね、ほら違う赤い満月みたいなところを見ながら帰っていく。行きと帰りが景色が違います。おお、これはすごい。太陽がよく見ると回転している。出口出ちゃいました。あここね、最後こんな文字がマトリックスみたいな感じ。すごい。これ地下要塞みたいな感じが美術館なんですね。じゃあ進みましょう。結構良かったね。良かったよこれ。映画じゃなくてね、立体。これはなんか岡山城みたいな感じ。お城の石積みみたいな。御影石の石を。おお、こんな中だったんだね。なるほど。順路はどっちだろう。こっち行くとね、順路っぽいけど、ちょっと海の方行ってみましょう。どっちって書いてはいないね。さっきこの壁の向こう行ったな。さっきそこにした、あトイレになってんのね。あトイレ借りてみよう。で現在ここ、あなんだこの屋上にも行けるんだ。現状どうなってんの。行ってみよう。当然女子用と男性用、男性用これ。ああ。建物歩いて、せっかくなんでね、この辺2100円払っちゃったからね。これが最後の出口なんですね。はい、じゃあ戻って見学コース行きましょう。これね、順路ってねないからよくわからない。ところどころ地図があるんだけど、それを見つけないと道に迷っちゃうね。
屋上にも出れるけど、どうしよう。ついつい左に曲がってっちゃうね、日本人の癖としてね。あー、さっきのあれか。もともとこの建築、この構造物ありきで考えてるから大変ですよね、設計するのも。じゃあ階段登ってみよう。順路はこっちだな。よっしゃ。ここで一旦振り返ってみる。はい、電池を交換しました。よっしゃ。山の斜面にね、この精錬所、この斜面を利用して熱の移動が考えられてたと思いますね。よっしゃ。さあ、一番高いところに着きました。振り返ってみると、おお、あの下が美術館だったんですね。撮ってきたんだ、すごい。ちょっと写真よいしょ。順路、あ、立ち入り禁止って書いてある。これ越えたらなんかサイレンが鳴ったりとか。階段ね、要注意だ。よっしゃ。おお、煙突が崩れ落ちてる。これ空襲がなんかあったんだろうね、かつて。おお、広場もある。結構こう広いんだね。じゃあ下ります。ここね、手すり作ってほしいよな。ワイヤーでしょ、手とか切っちゃいそうだな俺な、転んだら。で、また降りる。ああ、さっきの美術施設が一望できる。あ、ここの写真が、はい。ね、こういうの、横須賀の猿島にありますね。しかもそこは、なんだ、防空陣地でね、対空砲火、なんて、高射砲陣地跡地ってありますね。おい、立て。岩がゴロゴロ。ベンチがあって。おお、登ったり降りたり。よいしょ。一歩一歩確実に確認しながら行かないと、足くじいちゃいそう。よいしょ。また頂上に上がりますよ。さっき見えたところ、なんだ、横に移動させろっつんでな。よいしょ。なんだろうこれ。レンガで一つ一つ区画された部屋、なんだろう。あ、建物になってますね。こっちにも煙突。土がね、ほんと焦げた土の色をしている。よいしょ。おお、これは池がある。池があるぞ。すげえとこ来たな。ここね、そう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 、坂道、これ下り坂危険だよ。これ階段の方がいいよね。一歩一歩確実に丁寧に行かないと転ぶ。急いでいくとダメだ。よいしょ。森林地帯に入ってきますね。昔の人は
ここをわらじで通ったりとかしたのかな。当然ね、スニーカーなんかないだろうし。よいしょ。お、なんか石のゾーンに出てきたぞ。よいしょ。お、また分かれ道だ。トンネル、まっすぐ来させろよっつんだよね。ダメなんだろうね。はい、これ怪しいな。そういうなんかジグザグに歩かせる。またこのトンネル、あ、煙突か。本当はこう昔人が通れたんだろうね、そこね。お、なんか物音がするぞ。まさかヘビちゃんじゃないだろうな。よいしょ、ほら見たことない虫がいる。よいしょ、これ怖いよ。上からなんか毛虫とか背中入っちゃやばいよこれ。よし、おお、なんか広場に出てきました。何これ、すげえ動きたよこれ。廃墟だよこれ。廃墟、ちょっと下がってるね、センターで撮ろう。これ一応行っちゃいけないよね、倒れちゃ大変だもんね。犬島、わおん、あ、船がある。